さんは消費生活推進院をご存知でしょうか。消費生活推進院とは、区が実施する出前講座やイベント、また地域の方に対して悪徳商法や詐欺などの消費者被害の防止や消費生活に関する知識、情報の紹介、普及のための啓発活動に協力していただく方のことです。区で毎年行っている消費生活推進員養成講座を修了された方が、区の要請を受け、消費生活推進員としてこのような啓発活動に取り組んでいます。そんな消費生活推進員の有志の方が集まって発足したのが、消費生活推進員の会です。今回のスマイルライフでは、この消費生活推進員の会の活動内容をご紹介いたします。まずは会の代表である小塚さんに、会が発足した経緯や趣旨についてお伺いしました。7、8年前ですか、あの消費生活センターさんの方で講座がございまして、そこに私どもが参加したわけです。私どもその第1期生修了生ということなんです。で、1年ぐらい講座がございまして、終了しまして、さあこれで終わったな、あと何しようかという話になりまして、このまま行けば半年1年で覚えたことを忘れちゃうよねと、せっかく覚えたんなら何か役に立つことをしようじゃないということで、集まってですね、じゃあ会でも作って、活動を始めたらどうかということで会ができたということです。で、具体的に一番講座でですね中心になりましたのは、その当時非常に、やこましく叫ばれてました、今でもそうですが、オレオレ詐欺とかそういう悪徳商法について、非常にこういうところを注意してくださいということを学びましたもんですから、じゃあそれをやっていこうじゃないかと、こういうことで会を作り、毎月1回定例会をやってですね、総合決算というようなことで、やってたというのがこれまでの経緯です。消費生活推進員の会は日頃どのような活動を行っているのかをご紹介します。毎年11月に行われる文教博覧会、通称文博にブースを出展。振込詐欺被害や悪徳商法の防止、リデュース、リユース、リサイクルを推奨する 3R 運動のためのパネル展示を行っています。またブースでは枕目という紐を編んで作る手芸品の講習を行い、好評を博しています。会の事務局長を務める内田さんに文教博覧会での活動について伺いました。私ども毎年文教博覧会に出展させていただいております。はい。で、その席上で消費者問題のアンケートをですね、その機会に取らせていただいております。で、そのお礼にということで、ちょっとこんなものなんですけれども、枕目というこれ10分ぐらいで作れるんですけどね、これをアンケートのお礼に作っていただいてお持ち帰りしていただいております。これを気に入っていただいて、毎年これを目当てにですね、ブースの方にお見えいただけるお客様もいらっしゃって、私ども、なんか嬉しいなという気分になる時がございます。昨年の消費生活展では大震災に備えるをテーマに、災害時にどのような備えが必要かをパネルやポスターなどにまとめて展示を行いました。区内のさまざまな場所で行われている介護予防体操の会場にも出張し、特に高齢者に被害の多い振り込め詐欺について、被害に遭わないための啓発活動を繰り返し行っています。そして毎年夏休みには小学生を対象とした出前講座を行っています。
8月に刺しがや育成室で行われた出前講座の様子を取材してきました。ドルっていうお金を使って買い物してみようと思ってます。日本のお金じゃないですよね。アメリカで買い物するときに日本のお金、例えば100円持ってたとしますよね。100円出して、今日売ってるようなお菓子なんですけど、これ一つくださいって言って100円札出すでしょ。買えません。この日行われたのはドルを使ったお買い物を体験するゲームです。そう、はい、どうぞ。ゲームの前に本物の1ドル紙幣を見せてもらった子どもたち。初めて目にする外国のお札に興味津々の様子です。これなんて書いてあるかっていうと、キャンディーズ、キャンディーズ、キャンディーズって何のことだか分かりますね。買い物をするお菓子や物の名前を英語では何というのか、英語の勉強もしながらお買い物をします。エブバーイ、エグ、声もいいわよ。トランプをお札に見立ててお買い物をします。普段使っている円というお金が外国では使えないこと、円をドルに変える必要があることなどをこのゲームの中で学んでいきます。今回の出前授業の狙いはどういったところなんですか？ドルを子どもたちに教えて、ちょっとこうなんて国際感覚までいかないんですけどね、ちょっとそういうワクワク感も持たせて差し上げたらいいかなと思ってあのゲームを考えたんですよ。子どもたちの何経済生活の、まあ、ちょっとした助けになればいいかなっていうことで、あとオリンピックもあるでしょ、それから子どもたちも将来海外に行くでしょうから、それでドルを覚えていただくといいかなと思って作りました。限られたお金でできるだけ無駄なく買い物するにはどうすればいいか、みんなで相談しながら決めていきます。今回の夏休み出前講座では、遊びやゲームを通して経済の仕組みを学ぶ機会を子どもたちに提供しました。このようなさまざまな取り組みを通じて、私たち消費者にとっての有益な情報を発信する活動を行っているのが消費生活推進員の会です。これからはどういった活動をしていきたいですか？今まではですね、この消費生活センターさんの方で場を用意していただきましてね、その場で我々メンバーがいろいろな会の会合の都度ですね、5分なり10分なりをお話しさせていただくというようなことをやってきましたんですが、これからはもっと地域にですね、各地域に密着した話にしたいなと。ですから我々もメンバーをもっと強化しましてですね、それぞれの地区ごとに、もっと深く入り込むというようなことでですね、国の皆さん方の中に入り、啓発活動をしていければというふうに考えております。消費生活推進員の会に興味のある方いらっしゃるかと思います。ぜひ呼びかけをお願いいたします。大歓迎でございます。もしそういうお気持ちがございましたらですね、一つはこちらのですね、消費生活センターさんの方が1年に1回講習会を開催しておりますので、その場に入っていただいてやっていただければいいんですけども、まあ途中ですね、途中でもお気持ちがあればですね、すぐ消費生活センターさんの方に電話していただければ、我々スタッフ飛んでいきまして、仲間に入ってくださいということでお願いしますので、遠慮なくお声をかけていただければと思います。それから我々、区のイベントにもですね、参加しておりまして、文教博覧会ですか、文教博覧会にも駒を出させてもらってますので、そういう場においでいただいてですね、直接我々に声をかけていただいてもよろしいかと思います。これからますます輪が広がっていくといいですね。そういうふうにしたいと思います。どうぞご協力ください。